絶対絶命で、ジャラスジじいさん2怒りのおしおきブルースは、2004年7月16日に、キッズステーションから発売された、ゲームボーイアドバンス向けアクションゲームで、漫画、絶対絶命で、ジャラスジじさんのゲーム化作品である。2と銘打たれているが、3作目に当たる作品である。今作では、ミニゲーム的な要素は少なく、 街や森などに落ちているものを拾って投げつけるという技を使って敵を倒して行き、ボスキャラを倒した後に出てくる原稿や変身時さんを手に入れていく。特に特徴的なのは、掴んで投げる動作であり、人であろうが投げ飛ばすことが可能で、ぶつかった人は悲鳴を上げて吹っ飛ばすことができる。ただし、ゲベなどは怒って反撃することもある。 曽山和俊や校長などのキャラクターが暴行を受けるシーンが多々あり、大抵はしばらくお待ちくださいの画面に切り替わり、セリフと効果音だけの状態になる。本作で重要な漫画の原稿は手に入るたびに読むことが可能で、漫画の内容はオリジナルでかつ、本作のダンジョンと共通している。漫画をすべて集めればクリアだが、絶対絶命で、 ジャラス爺さん史上最強の土下座と同様に複数のエンディングが用意されている。これは世の中を安全に生き抜く方法を教える一人の老人の物語である。爺さんがいつものように暇そうにしていると作者のソヤマカズトシが大慌てで駆け込んできた。彼に連れられた爺さんと孫はソヤマの家が竜巻に当たった影響でめちゃくちゃになっていたことを知る。 さらに面倒なことに、竜巻で、じいさんたちの漫画の原稿が行方不明になってしまっていた。早く見つけないと連載が終わり、じいさんたちが消えてしまう。そこで、じいさんと孫は原稿を探す大冒険に出ることになったのだった。キャラクターの声などは、もがみつぐせい、戸川恵美によるもの。ボスキャラクターは、ボスキャラクターを参照。 ありがとうございます。